はい、カボス TV ゆうです。いつもご視聴たくさんのコメントアドバイス本当にありがとうございます。今日も天気いいですね。気になっているところを今日やろうと思います。それはですね、ここね、宇治さんの放牧したところでなんか木とかが茂ってて、ずっともうそこ夏場になるとジャングルみたいになるんですよね。で、今は草が枯れてて非常に整備しやすい状況になってるんで、まあ、今のうちに整備しとこうかなっていうふうに思いまして、毎年ですね、そこがジャングルになると、うわ冬場の間にやっとけばよかったっていつも思ってるんで、それを今日やろうと思います。はい、まあちょっと見慣れた光景とは思うんですけど、ここは牛さんの放牧したところで、ここですね、ここがヤブ状態なんですよね。なんかここはですね、竹とかあとなんか植木が植わってて、非常にこう草も刈りにくい状況なんで、ここを整備してきれいにしようと思います。ずっと気になってたんで、ね、はい、で先日今ここになんかドラム缶とかあるんですけど、先日ここで森優作さんとコーヒー飲んだり、イノシシバーベキューしたところですね。はい、ということで今日はここの整備やっていこうと思います。あとですね、先日森優作さん来ていただいたんですけど、TOS テレビの外阿蘇っていう深夜番組なんですけど、アウトドアのチャンネルで、私出演させていただいてですね、昨日放映があったんですけど、早速ね TOS の公式 YouTube チャンネル、そこでね今朝ね見たらもうアップされてましたね。今回ちょっと動画説明欄の方にそのリンク貼っときますので、TOS テレビ地方局なので、全国各地で見れないっていう方がたくさんいてですね、私ツイッターとかインスタでもぜひ見てくださいって、告知したんですけど、皆さん見れませんということなんですけど、TOS の YouTube チャンネルで放映されてますんで、ぜひ見てください。森優作さんとここの遊んだところね、ここの横のここジャングルになってるとこ、ここを整備していきます。どうぞ最後までご視聴よろしくお願いいたします。もしよろしければチャンネル登録、あと高評価、グッドボタン、どうぞよろしくお願いします。それでは現地に行きましょう。はい、ここですね。これがね結構草刈り機で枯れなくて、植木なんですけどね、花も咲くんで綺麗っちゃ綺麗なんですけどね、大きな木があるんでこれを本当は切りたいんですけどね、はい、であそこが先日森優作さんとコーヒー飲んだりイノシシバーベキューしたところです。すごくいいんですよね、眺めが。ちょっと今日は霞んでますけど、すごくいい天気です。今日はちょっと地道に行こうと思います。こう草刈り機でやっても木があって、キックバックみたいになるんで危ないんで、ちょっと地道に行かないかんかなと思って、この電動剪定バサミとレシプロソでやっていこうと思います。チェーンソーまではないかなと思うんですよね、ちょっと場所が悪いんで、チェーンソーは諦めてレシプロソでやっていこうと思います。はい、じゃあ今日も一日頑張っていきましょう。ここが毎年ジャングルになるんですよね、手がつけれんようになるんですよ。これか。
わ、木の株は結構でかいな。よし、取れた。取れた。これは結構株がでかいね。チェーンソー持ってきた方がいいか。また地味な作業やな。ただ木切るだけ。すいません。でもちょっとここきれいにしたいんです。したいんです。もうちょっとお付き合いください。折れた。あ、外れたんか。折れたと思ったら外れました。外れた。あ、あと以前ね、レシプロソーのレビューした時にこれ視聴者さんから教えていただいたんやけど、ここのロックボタンを押しながら、あれこっちか、こうせないかんと思っちゃったんやけど、押してロックボタン離しても動くみたいです。視聴者様から教えていただいて、自分はてっきりこう押しながらやらんといかんかなと思ったけど、動き出したらロックボタン外してもいいみたいです。さあ、取れた。ツルがすごいな。これはチェーンソーじゃないと無理かもですね。
ちょ、バッテリーがなくなりましたね、レスプロソンの。こんだけ、これも結構株がでかいな。ちょっと交換バッテリー持ってきます。交換バッテリーを持ってきたんですけど、もうチェーンソー持ってきました。これでやりましょう。まあ、最初からこれでやればよかったな。チェーンソーが早かったわ。よいしょ。汗びっしょになった。だいたいこれ綺麗になりました。あと草刈り機でちょっと綺麗にしましょうかね。じゃあ草刈り機で残った笹とかを綺麗にしましょう。いや今日は暑い。いい天気よ。日差しに
はい、綺麗になりました。ちょっと向こう下をちょっと切ろうかね、草刈りね。ツールが巻きついちゃう。はい、綺麗になりました。いやー、時間かかったな。結構時間かかりました。まあどんな感じで枯れたか見てみましょう。はい、すっきりしました。いやー、まあ、このまた枝の処理が大変やな。まだ この辺がちょっと残ってるんですけど、またちょっと次にしましょう。いやでも綺麗になった。この株が大きかったな結構。はい、元の位置から今撮ってます。いや今日は暑かったな。今もう汗びっしょりないけど、いや暑かった。もう春の気配ですね。はい、ということでこういう風に綺麗になりました。はい、こんな感じで綺麗になりました。もうさっぱりしたね。ずっと気になってて、毎年あそこがジャングルになってたんですよね。いや、さっぱりしました。はい、ということで結構時間かかりましたね。いやもうお昼近くになりましたけど、とてもさっぱりしたんで非常に満足しております。まあオープニングで言ったように、ここで遊んだ森優作さん、TOS テレビの、外遊っていう番組があるんですけど、まあ地方番組ですので全国で見れないということで、まあ、私も出演させていただいて皆さんに見てくださいって言ったんですけど、まあ、見れんわっていう方が多かったんでね、TOS の公式 YouTube チャンネルで外遊配信してますので、動画説明欄の方に私リンクしておきますので、ぜひまあ、恥ずかしいんですけど見てください。はい、ということで今日の午前中の作業はずっと気になってたジャングルね、ジャングルっていうか、ちょっとモサモサっとしたとかあったんで、そこをきれいにしました。あと木が1本立ってるんで、あれもなんとかしたいっていう気はするんですけどね。またおいおいやっていこうと思います。はい、ということで今日の作業は終了します。長い間お付き合いありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価、グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイ。